カニというとですね、カニなんかもうこれはすごいでみたいな、お物を作るっていうのはまあ芸術ですよね、はい、で芸術ってのは昔からね、あの自然を模倣すると、はい、自然をしっかり見なさいよってこと言われてるんですよ、はい、でその芸術は自然を模倣するってアリストテレスが言った言葉なんですけど、はいはい、それを形にした作品がありますんで、アリストテレス的な作品ってことですか。もう突き抜けてます、究極の芸術作品がこの家にあります。究極の芸術作品が、ちょっとちょっと行くで行くで行くで、陣内見とけよ、究極の芸術作品出てきたのこれかごめん、あっさり出てきた、ごめん、これが究極の芸術作品。そうですよ。何がどうすごいんですか。あなた絵描くの得意ですか。画力は小学校2年で止まってます。あー、ツボだな。ツボ入りました一番いい、僕一番いい。今から僕を描いてもらいます、はい、ここに顎を乗っけて、はい、ここにおでこつけてください、はい、そうすると、うわ、なんかコンタクトで来てるみたい。そうそうそう、目の検査しますよ、ね、こっちの画面をよく見てください。見える。僕の方見ないで画面を。先生見えるよ。見えるでしょ。その画面に向かって鉛筆をギュ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 ッとこう入れてみてください。何これ、絵描いていいのこれ。先生そのまま僕なぞって輪郭を。面白い。あんまり細かいところにこだわらずに大きなところから描いてった方がいいですよ。よし、できた。うわぁ、うわぁ、ちょっとちょっと見て、これほんまに僕描いたんですよね。はいはいはい。タモナルド・ダ・ヴィンチですよ、ほら似てない先生に。でもね、僕本当に絵苦手なんですよ。普通に描けるには描けませんわ。わからんでしょ、これシステムが。なんとなく分かる人はいてるかもしれんけど、これほんまにね、やってみないと分からんと思うんで、スタジオに持っていきます。なので皆さん実体験してみてください。わー、何や、というわけでスタジオに持ってまいりました。こちらでございます。長い、長い、差し棒が長い、差し棒が。ちょっと陣内これやってみて。ちょっと陣内、ほんならまずここ座って。どういうシステム、意味が分からん。ほんで一番顔がシンプルな、あ、ヤギちょっと座ってみる。僕はシンプル、まあまあそうですね。はい、どういうこと、どういうこと。あのね、もう簡単に言うと、意味からん、こことね、ここに鏡があるんですよ、はい、目がおかしくなる、ね、ほんでこの鏡がここにキャンパスがあるんですけども、ヤギの姿をここにオーバーラップさせてんねん。お、紙の上に鏡の映像を載せてるわけ、はいはいはい、だからそれをなぞるだけで絵が描けるんですよ。はーはー、ちょっと真ん中に置ける。どうなってんの、どうなってんの、ね、両目で見てください。両目で真ん中に置けるっていうのはどういうこと。あの絵の真ん中、ここに頭乗せて、ほんで、ね、両目でこっち見てください。両目で、うん、キャンパスの、ほんでヤギが映ってるでしょ。映ってる、映ってる、ほな、それで鉛筆をこれ動かしたらあかんで、そのままずーっと持っていって、そのずーっとずーっとずーっとずっと、なぞこれまだずーっとずーっと、まだまだ当たってる、当たってる、そう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 。何してんすか。わからんこれ。すごい。でもなんかおかしい。ちょっとね、一気に描いても、ちょっとね、目をね、反らしたりすると、目がでもチカチカする、俺。そうやね、そうやね。キャンバスにヤギゴムのシルエットが映ってるんですよ。シルエットっていうか、もう映像がそのまま載ってるんですよ。載ってるんですか。だからそれなぞるだけで、ヤギの顔は描けるという。ぐーっと誰でも映るんですか。誰でも映る。これ映らへんかったらおかしい。生きてない。映ってます。映ってる、透けてない。映ってるけど俺こんなん苦手や。目がチカチカする。わかるわかる。ちょっと慣れるまで誰か変わって。人体操の得意のラジコンだ。ちょっと待って、川島。俺無理や。川島やってみる。無理や、チカチカする。ちょっとやりたい。川島やって。ちょっと川島、ちょっとやってみる。ジン君ラジコンだけやねんから。ラジコンしかできない。あのね、システム的にちょっと説明しますと、こんな感じなんですよ。左目で先生見るでしょ、はい、で右目でキャンパス見るとこういう風に映るんですよ。ダブルで見えてるんですか。そうです。ただこれを両目でキャンパスの方を見ると、この映像がキャンパスの上に乗るんです。すごいな先生、すごいやん。だからそれをなぞるだけで人の似顔絵が描けるということ。へえ、すごい。こういう単純なシステムなんですけど、赤面でも描いてますよ、なんか、ね、ほらほら、あ、うまいこといけますね。川島って動かんより持っといた方がいい。ここ、あ、絵は俺持っとくわ。またこれ、ヤギ君の顔、なんていう、確かにね、顔が2つ見えてるんですよ、もう、うん、重ねてる、はい、あの顔の、ヤギさんの顔の上に鉛筆を走らせてる感じ、感じですね。さあ、というわけで、この描けた絵は
CM 後に紹介しますんで、ね、どうなんやろ、はい、お楽しみに。うまく書いてね。あ、八木さん、うまく書いたか、絶対動いたか。さあ、あのマシンを使ってですね、はい、映画完成しました。川島君、見てください。こちらでございます。うわ、似てる。まあ、顔もそうなんですけど、その服のシワとかがよう見えて、うん、すごいなんか、ね、すごい。でも短時間で描いたと思われへん、うん、先生さっさとやっただけで、うん、上なぞるだけでいけるもんね。ちょっと八木さんの場合、顔だけ透けてたんで、あんまり、ね、顔透けてたとか透け高いやつ、無理やろそれ。どういう力具合でやってるか分からない。すごい、今回のお便り不思議な感じだよ、ね、てて映像が載ってるみたい、うん、もしかしたらこれからまたどんどんね、なんかいろんなちょっと進化させたら利用できそうでしょ、ね、すごい利用できそう。他の作品もいろいろあるからね、また機会がありました紹介したいと思います。はい。